はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、このトランザクションロールバックというカードについてお話をしていきたいなというふうに思います。このトランザクションロールバックというカードなんですが、クソデッキを大量に製造できるクソデッキ製造機となっておりまして、クソデッキ製造工場のねラインを加速させるね、まあ超宇宙最強ウルトラ最強アルティメットカードとなっているんですよ。で、まあどんなクソデッキができるかについて今日は徹底解説をしていこうというふうに思います。はい、この動画誰が見るんだ。まずですね、このカードがどんな効果を持ってるかっていう話なんですが、1番と2番の効果は1ターンに1度いずれか1つしか使用できないよという効果になってまして、1番目は、ライフポイント半分払って、トランザクションロールバック以外の相手の墓地の通常トラップカード、これをコピーしますと。まあ、だから相手の墓地に落ちてる、まあ、無限包容とかこういうのをコピーするっていう感じですね。まあ、1番は正直ちょっと相手依存になっちゃうんで、まあ、そんなに強くはないかなと、まあ、いうところ、まあ、使いやすくはないかなっていうところなんですけども、まあ、2番ですね、まあ、2番が主に本当にやばい、本当に宇宙最強インチキ効果もいい加減にしろ効果となってまして、墓地のこのカードを除外してライフポイントを半分払う、そうするとトランザクションロールバック以外の自分の墓地の通常トラップカード1枚を対象に、効果は通常トラップカード発動時の効果と同じになる、つまり効果をコピーしますっていう、まあそういう効果になってるんですよ。で、このカードの、まあ、2番の効果も1番の効果も、まあ、どっちもなんですけども、これ何がやばいかっていうと、この発動時の効果と同じになるっていう効果なんですけど、これね、発動時の効果をコピーするカードって、まあ、遊戯王カードいくつかあるんですけど、最低があって、あのね、コストを無視できるっていう、これどういうことかっていうと、例えば何々をリリースして発動するとか、あと何々がを手札からぶん投げて発動するとか、なんか手札を1枚捨てて発動するとか、なんかそういう系のなんかコストがいるカードってあるじゃないですか。あのね、コストをですね、あの完全に無視します。はい、まあ、ちょっと発動するタイミングとかはちょっと選べなくて、例えば拮抗勝負だとかはバトルフェーズ終了時にしか打てないとか、ミラーフォースも攻撃宣言時にしか打てないとか、そういうのあるんですけど、あのタイミングではなくコストは完全に無視できるという話になっていまして、これがマジでやばいんですよ。で、今日はねちょっとね、このカードを使ってどんなねクソデッキがねできるのかっていうのをねちょっと解説していきたいと思います。で、トランザクションロールバックって、要は墓地にトランザクションロールバックと通常トラップカードを2枚叩き込まなきゃいけないんですよね。その2枚あるとトランザクションロールバックでその墓地にあるカードをコピーするっていう効果なんで、だからまずね、墓地にカードを落とす必要があるんですよ。で、まあそれで相性がいい、カードいくつか紹介していくんですけど、まずね、まあ基本的にそのランクマとかでよく使われている、デッキで言うと、まあ、ラビリンス、まあ、シャンドラとかストービーっていうと家具で、カードを切るとか、あとは、財宝、系のクロマジョディアベルスターとか、これの手札フィールドのカード墓地を送って特殊化みたいなね、こういうモンスターとジェットシンクロンとかそういうのでもいいけど、これで手札に引いたロールバックとか通常トラップを、まあ、捨てて、墓地に送ることによって墓地のカードをコピーしていく準備が整うとか、まあ、あとはもう単純に、芝刈りとか、あと名推理ですね。あの名推理とかはもう本当にそのトラップしか入ってないようなデッキに、これぶち込んで、まあ、エルドリッチとかそうなんだけど、エルドリッチデッキとかこういうのはそうなんだけど、これでその墓地に通常トラップをめっちゃくちゃいっぱい叩き落として、でロールバックで効果インチキ効果でコピーしていくっていうことができるんで、この名推理とかはめちゃくちゃ相性が良かったりします。デッキによっては、まあ、もちろん芝刈りも、まあ、あとはエルドリッチ単体がそもそもその魔法トラップカードを墓地に送りながらフィールドのカードを墓地に送るっていう効果があるんで、これで、まあ、超手札消費激しいけど、発動したいトラップカードとあとロールバック、これ両方とも墓地に送ることができるんですね。なんで、1番の効果は、まあ、一応相性はいいです。まあ、相手のカードをね墓地を送りながら一応手札のカードを墓地を送れるっていうこともあるから、まあこれはね非常に相性がいいと思いますよ。はい、名推理も活躍できますしね。はい、あとは、墓地にカードを叩き落とすカードとして、このベアトリーチェっていうモンスターですね。これは、お互いのターンにフリーチェーンで打てる効果で、愚かな、ま、あの埋葬、愚かな、服装を一旦2回打てるよという効果があるんですけども、ベアトリーチが成立すれば一応自分のターンと相手のターンで両方ともあの通常トラップカードを墓地を送るっていう動きができるんで、これで一応確定します。あとは1ターンで動き
たい場合はこれですね、ライトルの導入キルス。例えば、ベアトリーチェを出した後にドミニオンキュリオス出すっていう動きをすると好きなカードを2枚墓地に送るっていうことができるんですよ。ちなみにこのムーブ一応イゾルで精霊すると簡単にできるんですけども、イゾルデが精霊するとベアトリーチェとあのキュリオス両方とも出るっていう、あのそういうコンボがあるんですけど、これをやると好きなカードをその1ターンに2枚墓地に送ることができるんで、あの簡単にそのロールバックと通常トラップカードを墓地に送ることができちゃうと、まあ、そうすると、まあ、好きなトラップカードを、まあ、発動することができちゃうよということなんですね。でじゃあリュウさん何をコピーしたらいいんですかっていう話なんですけど、まあ通常トラップだったら正直何でもいいです。はい、まあ環境レベルで言うと、まあラビリンスとかが結構活躍できるんじゃないかなと言われていますが、まず有名なクソカードで言うと、桜花妖霊譚まやかし知らぬい語りっていう激キモカードですね。これまやかしまたは知らぬい、デッキでしか基本的には使えないんですけども、自分のフィールド上のまやかしシンクロリンクか知らないシンクロリンクを1体リリースすると発動できるよっていう効果で、このターンお互いに手札デッキ草デッキからモンスターとこしかできないっていうすげえキメ、縛りをつけることができるんですね。はい、まあ、実質特殊召喚縛りみたいなもんですわ。ほんでこのカードをその要はコストを払わなきゃいけないんだけど、あのロールバックってコストも無視できるんで、だこの後ろのこのターン以降の効果だけコピーするんですよ。だからその通常トラップカードとしてこれが墓地送られてロールバックでコピーすると何にもコスト払ってないのに、あのお互いに手札デッキ草デッキからモンスターどこしかできないっていう縛りが発生するんですね。激キモ。はい、それからこれですね、エレメンタルバースト。これマジで強いですけど、自分のフィールド上の地、水、炎、風属性モンスターを1体ずつリリースして発動できるよと、相手フィールド上のカードを全部破壊する。これコストバカ重いじゃないですか。その全属性のモンスターを1体ずつリリースしなきゃいけないっていう、マジであのクソ重いコストがあるんですけど、これコストを無視できるんで、ロールバックだ、ロールバックでこのカードを対象にするといきなり相手のフィールド上のカードを全て破壊するっていう、そういうカードになります。はい、これやばいでしょ。あとですね、デッキ破壊ウイルス、これ系も結構やばくて、自分のフィールドの攻撃力2500以上の闇属性モンスターをリリースしてカードの種類を宣言して発動できるっていう効果なんですけど、これあのここまでがコストなんですね。これね、ここのね2500以上の闇属性モンスターをリリース、これねいらないです。これ不要になります。コストが無視できるんで。でこのカードの種類、魔法トラップカードを宣言して発動できるよっていう効果までなんかコストっぽく書かれてるんですけど、これねこの効果をコピーするときに改めて宣言するっていう最低になってるんですよ。この魔法トラップからどっちかをそのロールバックの効果でコピーしたときに改めて宣言して発動するっていう、そういう最低になってまして、なんかね要は闇デッキをロールバックでコピーした瞬間に魔法トラップカードどっちかがぶっぱできるようになって、ほんで、まあ、もうロールバックまたもう一枚落ちてれば相手のターンにまたトラップカードといえば、もう魔法トラップカード両方ともなんか超簡単にコスト全く変わらずにいきなり2種類全部できるという、もう激ヤバコンボが成立します。まあ闇デッキ以外にもデッキ破壊だと何でもいいんですけど、このマロデッキ破壊ウイルスはでもいいですね。これここのコスト無視するんで、相手のフィールド上のモンスター手札相手ターンで数えて3ターンの間相手がドローしたカード全部確認して1500以下のモンスター全部破壊するっていう効果も、これもコピーできます。はい、だデッキ破壊系のコスト無視はマジで強いですよ。はい、あとですね、先行ワンキルにも簡単に利用できるコンボがいっぱいありましてですね、まずソウルエナジーマックスっていうカードを皆さんご存知でしょうか。これオベリスクの巨神兵が存在する場合、自分のフィールドの他の表側表示モンスター2体をリリースして発動できるっていう、まあ、そういう条件になってるんですけども、なんかねちょっとねロールバックのね最低って結構難しくて、コストは無視できるんだけど発動タイミングとかあと条件とかは無視できないっていう、まあ、そういう最低があるんですよ。だから例えばこのカードだったらオベリスクの巨神兵が存在する場合ってのはこれ条件になってまして、この条件は無視できないですね。だからまあオベリスクの巨神兵は盤面にいる必要はあるんですけども、ただモンスター2体をリリースしたぞっていうこれはコストなんですよ。だからこれは無視するんですね。だからオベリスクの巨神兵がいる状態でロールバックを発動してソウルエナジーをコピーすると2体リリースはせずに相手のフィールドのモンスターを全部破して4000ダメージを与えるっていう効果だけこれコピーします。だから4000バーンを与えることができるってことなんですね。結構これ8000バーンもしこのカードで与えようとするとモンスター4体分リリースする必要があるんですけども、
あのオムレスの巨神がいる状態でロールバックの方が2回使えるようであれば相手のターンと自分のターンで、これあのモンスター4体分のリリースを一切せずに、何もリリースせずに8000バーを与えることができると。これちなみに実質先行ワンキル、これ可能となってます。はい、これまた動画でご紹介しましょう。あとはですね、このね、チェーンマテリアルというカードなんですけども、このカードはちなみに発動したターン、なんか手札デッキフィールド上墓地からなんかどっからでも融合スタイルをゲームから除外して融合スタイルにできるよっていう効果になってまして、これね、なんか効果処理を挟まないから、これロールバックで直接コピーすることはできないっていう最低になってるんですけども、これね、こういうカードはどうすればいいかっていうと、チェーンマテリアルみたいな、こういうなんか要はロールバックではコピーできないようなあのカードはどうやってコピーすればいいかっていうと、これ簡単で、あのね、トラップトリックをコピーすればいいんですよ。トラップトリックってデッキから通常トラップカードを1枚除外して、同盟カードを、デッキから選んで自分のフェーズ上にセットするよっていう効果なんですけども、これトランザクションロールバックでコピーできるんですね。だからトラップトリックとか、あとトラップトラックでもいいね。トラップトラックとかトラップトリックで、セットしたトラップカードは即座に打てるから、このトラップトリックとかトラップトラック自体をロールバックでコピーすると好きなカードが打てるようになるんですよ。これでチェーンマテリアルみたいな、そのトランザクションロールバックでは直接コピーできないようなカードもコピーして使うことができちゃうと。でチェーンマテリアルっていうのはちなみにフュージョンゲートとコンボするマテリアルゲートっていうコンボがありまして、これするともう一生そのエリクシーラーって本当誰やねんみたいなエレメンタルヒーローいるんですけど、これを出し続けてワンキルするっていうコンボがございましてですね、これまあちょっと動画にしたこともあるんですけども、またこれで強化入ってるんで動画にしようと思ってます。あとはですね、残骸爆破という最強カードですね。これ自分の墓地のカードが30枚以上の場合に発動できるって、これコストではなく条件なんで、この条件は達成する必要があります。だから自分の墓地のカードを30枚以上肥やす必要はあるんですよ。ただし相手ラグに3000ポイントダメージを与えるっていう効果をコピーすることができるんで、これ残骸爆破を3発打ってワンキルするって結構デュエリストの夢だったりするんですよね。ロマンカードとして非常に、このカード3枚発動して相手のカード、相手のライフを9000削って勝つっていう、これがロールバックでコピーすることによって実質簡単にできるようになってますんで、まあこれもね、まだちょっと動画にしようと思ってます。まああとは拮抗勝負とかね、これ結構有名な話で、拮抗勝負バトルフェーズ終了時にしか発動はできないんですけど、タイミング的にはこれタイミングは無視できないんで、ロールバックは、ただし自分のフィールドのカードの数ドラチになるように相手のカード裏が除外するっていう効果をバトルフェーズ終了時に打つことができるんですけども、これ要は、墓地が超えてる状態で、自分のフィールド上に何もカードがない状態でこれ打つと、相手のカードを、全部除外するっていうことができます。自分のフィールド上にカードないんで、拮抗勝負って打つときって、拮抗勝負が必ずフィールド上に存在してるから、あんまり全部を除外するっていうことはできないと思うんですよね。これ、ロールバックでこのカードコピーすると、フィールド上のカード0枚なんで、全裏側除外ということができるようになったりとか、あとはこういうトリクサルインカーネーションみたいなねカードをコピーして、まあザークとかとコンボすると前半ですもできるようになったりします。まあこれはちょっと1枚初動っていうか、ロールバックプラス通常罠だけでは無理なんだけど、そのザークをペンデラムスケアに置いといて、リンカーネーションみたいなカードを使うと相手のカードが、ドローされたそのカードを全部破壊するみたいな効果があるんでね、だからこれ先行前半ですみたいな動きもできたりするというところですね。まあ一応ね、クソカードって他にもたくさんあるんですけど、まあ僕がクソカードだなと思うのは大体こんな感じのところ。はい、 あとティアラメンツとかもね、結構強化入ってハリムシのソークスコピーできるんで、まあ当たり前に強いですよ。俺5枚墓地壊した後に またロールバックでハリムシコピーして10枚肥やすみたいなこともできるんでね、めちゃくちゃ強いです。はい、とりあえずね、このロールバックというカードがどんだけやべえカードかっていうのをちょっと分かっていただけたんじゃないかなと、はい、思います。まあね、クソデッキほんと大量にできちゃうんで、はい、無限に作っていこうと思います。トランザクションロールバック実況チャンネル不可避、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。